大正駅は大阪府大阪市、大正区三軒家東1丁目及び同区、三軒家西1丁目にある西日本旅客鉄道、大阪市高速電気軌道の駅である。駅番号は JR 西日本が JR-O16、大阪メトロが N11。大正区唯一の駅。JR 西日本大阪環状線と当駅を起点とする大阪メトロ長堀鶴見緑地線との乗り換え駅となっている。現在の大阪環状線の内境川信号場、今宮駅間は関西本線貨物支線として1928年に開通していた区間だが、旅客線化は33年後の大阪環状線成立時である。それまでの大正区付近の足は、大阪市の高栄都線、大阪市電、大阪市バスだけであった。相対式ホーム2面2線を有する高架駅で、分岐器や絶対信号機がない停留所に分類される。改札口は1階にあり、コンコースの中央に設けられている駅務室を挟んで2カ所にある。2011年3月12日に行われたダイヤ改正により、すべての快速列車の停車駅となった。それ以前は、関空、紀州路快速、大和路快速は当駅を通過していたが、京セラドームでのイベント開催時に臨時停車することがあった。新今宮駅が管理する直営駅であり、アーバンネットワークエリアに入っている。また、JR グループの特定特市内制度における大阪市内に属する駅である。また、ICOCAの利用が可能である。乗り場長らく乗り場番号が存在しなかったが、2006年10月中に乗り場番号が付与された。1997年の大阪ドーム完成に合わせて JR 西日本の駅の中では、1997年3月から自動改札機 J スルーが導入されていた。また、自動改札機が導入後しばらくは、それまで改札で切符を切っていた駅員が、立ち止まらないでくださいと案内をする様子が見られた。かつてホームの壁には大阪ドーム最寄り駅と表記された看板が存在していたが、現在は撤去されている。阪神難波線ドーム前駅が開業して以降も JR 西日本では大阪ドームへの最寄り駅であることには変わりはない。発車メロディー大阪環状線改造プロジェクトの一環として2015年3月22日から沖縄民謡のティーサグヌ花が発車メロディとして使用されている。当駅周辺には沖縄県からの移住者が多く住んでおり、沖縄文化色の濃い街のイメージにちなんでいる。島式ホーム1面2線を持つ地下駅。改札口は心斎橋寄りの1カ所のみである。当駅はドーム前、千代崎管区駅に所属しており、同管区駅長が、当駅、西大橋駅、ドーム前、千代崎駅を管轄する。長堀鶴見緑地線は、将来、鶴町方面へ延伸の予定が、大阪市交通局より示されている。駅のデザインテーマは、川に囲まれた、大正区を表す、川物交換。乗り場この駅での列車折り返しは、駅直前まで単線シールドトンネルになっているため、引き上げ線方式となっている。到着した上り列車は2番線に入線して、乗客を降ろした後、その先にある3本の引き上げ線にて折り返しを行い、門真南方面行きとして1番線に入線する。ただし、同じ方式のコスモスクエア駅とは異なり、2番線ホームの駅名表にも自駅名が書かれている。各年度の1日乗降、乗車人員数は下表の通り、木津川と道頓堀川の合流大正区は交通が不便であるため、高等学校生徒が自転車を駅付近に駐輪し、大正区外へ通学する様子が見られる。大正区には3つの高等学校があり、通学利用が多い駅である。バスや車で送迎してもらい鉄道を利用する人もいる。普段の駅は通勤通学時以外は閑散としていて、利用者が少ないが、京セラドーム大阪でのイベント時は大変混雑する。大正区には沖縄県出身者のコミュニティがあり、駅周辺には沖縄料理店が点在する。駅の北東で木津川と道頓堀川が合流し、木津川と尻無川に分かれる。以下はバスを利用。大阪シティバスが運行しており、主に大正通りを経由して、大正区各方面へ運行されている。最寄り停留所は、大正橋停留所。バス乗り場は、多数あり、詳しくはこちらを参照。2014年11月1日からは、大阪シティバスの自主路線として、池厚る浜、梅田、大正エクスプレスバスも運行されている。1998年10月の調査結果では、大正橋停留所の1日の乗車人員は 12,630 人である。これは大阪市営バスの停留所中2位である。ありがとうございます。